2月19日日曜日、いなべ運動公園武道場で、いなべ市スポーツ少年団主催、第8回いなべ市少年柔道連盛大会が開催されました。この日は、市内の道場に所属する幼児から小学6年生までのおよそ70人が参加。試合は7階級による個人戦で行われました。いなべ地区の選手だけで行われるこの大会は、勝敗にとらわれることなく、日頃の練習の成果を存分に発揮し、技の向上はもちろん、それぞれの目標に向かって前進してもらおうと毎年開かれているものです。選手たちは、今自分にできる最大限の技と力を出し切り、全力を尽くしました。技だけでなく、礼儀や忍耐力などが身につく柔道。来年から中学校で武道が必須科となり、いなべ市では市内4校が柔道を選択するなどの理由から、道場に通う子どもたちが増えてきているということです。また、選手の中には、2年連続全国大会に出場した石暮道場の美咲きららさんや、弓矢健翔くんの姿も見られるなど、いなべの柔道は活気にあふれています。今大会では、ご覧の選手たちが上位入賞を果たしました。おめでとうございます。